はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画。今日は、アサヒのドライプレミアムの、芳醇です。違う、芳醇じゃない、芳醇か。コク香り、アルコール分、すべてが最大級。アルコール度数 6.5%。なんか無駄にあれだな。ドライプレミアムまた出たか。って感じっすけど。まあ、アルコール度数高ければいいってもんじゃないんだけどさ。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。こちらは、ローソンの 6P 端末で交換してきました。そんじゃ乾杯。ちょっと落ち着くまで待つか、これ。いやー、一週間ですよ。入居日から一週間。未だにネットが開通できないのが辛い。もう最悪あれだね。最悪 WiMAX でやるしかねえ。光、有線が無理なら無線の WiMAX とか。契約してもあれ嫌なんだよな。あれ3日間の制限速度があるから嫌なんですよね。WiMAX。乾杯。なんかニコ生でさ、やけに WiMAX を押してくる人いたけど。WiMAX って3日間の速度制限があるから。ネット中の俺にはちょっと向かないですよね。香りはいいんだけど、別にコク、コクっていうのがそのなんかあんまりあれやん。がなんかアルコール度数のにごまかされちゃって、なんかコクがあんまり感じないように感じるという。なんかね、あんまり、いや香りはいいんですよ。香りはいいんだけどね。なんか何かおかしい。無駄にこの度数が高いっていうアルコール感っていうのが結構出てるんで、まあアルコール感ちょっと出すぎちゃ出すぎかな。いやー、東京はね、なかなかすごいですよ。あのね、新潟ではね、テレビ番組ね、6番組しかなかったんです。東京来たらね、17番組ですよ。一気に3倍弱。すごくね。どんだけ新潟なかったんだよって出る。はぁって。何それって。新潟たった6番組だから、ね。しかも6番組中あれだからね。NHK が 2番組あるからね。
NHK 総合と NHK 教育がいらんのが2番組あるんですよ。ちなみにあの NHK は俺契約しません。契約しませんの。NHK とあと、契約しないし、あとあれもでやりません。あの、町内会の会費も払いません、僕は。まあ、町内会の会費はね、俺はね、あの、大阪行った時からもうずっと払ってないんですけど。ああいう自治体とかのね、あの、ああいうのに参加したくないし、まあそもそも払う義務もないし、払う法律もないし、払わなければいけない法律がないので、それは払いませんけど、無駄だから。年間6,000円も払ってられんと。ただでさえお前、あれなのに厳しいの。でも東京はね、本当にね、あったかいと思ってきたけどね、案外ね、夜は寒いんだわ。夜は、4月になっても。夜何度 ?12 度ぐらいか。まず下がるんでね。ほんとに、布団ってか荷物来る前、ベッドとか来る前の間、その来る間がね、ほんとに段ボール敷いてね、床に段ボール敷いて、あの、寝てましたけど、むちゃくちゃ寒いっすよ。まあまあ。まあ、とりあえず、あらかた、電化製品は買ったんですけど、あと、買わなきゃいけないのは、多分、電子レンジと、あと、トースター違う、炊飯器か。電子レンジと、炊飯器は買わなきゃいけない。あと、トースターもちょっと買わなきゃ、まあ、パン食う用ぐらい。に買おうかなと思ってますけど。冷蔵庫も洗濯機も買ったし、あと IH クッキングヒーターも買ったし、あとテレビとかはあるし、うん。まあそんなもんすかね。料理は一応してますけど、あの料理配信とかも今後する予定ですからね。生放送でね、ニコ生でね、あの、料理配信する予定ではあります。一応、すぐ近くにね、そっちの方に、あの、すぐ、台所がありますんで。まあ、ここにね、あそこに IH クッキングヒーターがあって、で、そっちの方に、まあ、水道があるんですけど。まあ、そんな感じで、そこで料理できますか。まあ、カメラを、そこら辺に固定すれば全然できなくない。だから料理生放送配信、男ユッキーの料理生放送配信と、まあ、もしくは動画、まあ、生放送もありだし、まあ、動画もちょっと、料理動画的な。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。結構、いいんじゃないですか。男ユッキーのね、最近あの料理してますけど、あれっすね、何作ってるかっつうと、あの焼きそばがメインですね。あのキャベツ、人参とかもやし入れて焼きそば作ってますけど、大体焼きそばっすね。あとパスタ、あのパスタとミートソースの、あの、100円、いや、80円ぐらいで売ってるミートソースの袋みたいなやつ、あの、真空パックのやつあるでしょ。あれ使って、
あのパスタを、圧力釜で5分ぐらいに煮て、で、もやしも入れて、もやし19円です。あの、近くのスーパーで売ってますんで。もやしと、あの、パスタを一緒に炒めてじゃん。茹でて、圧力鍋最近買ったからね。最近っていうかね。でね、IH のね、クッキングヒーターが結構癖物で、フライパンがね、あのね、最初に500円ぐらいで買ったフライパンがね、あの IH 対応してなくて、で、買い直して1500円ぐらいのやつ買い直したんだけど、その1500円ぐらいのやつがね、あのなんかね、IH の安物って、特有のね、なんかあるらしいんですよ。なんか、中央が出っ張ってて、で、山なりに、端側にこう、傾斜してるっていう。だから油とか敷くと、絶対こう、あの、周りだけに、油がピャーって、いっちゃうっていう。で、俺のそのタイプの1500円で買ったやつも、ホームセンターでね、1500円で買ったやつもそうだったんですけど。だから、アマゾンで4000円ぐらいのフライパン、IH 対応のやつ、まったりめなやつがいいんですよ。やっぱり。うん。あの、卵とかさ、目玉焼きとか作るとき、こう、ペアってやるじゃん。端にこう偏るんだよ。絶対。だからそれが嫌なんですよ。俺結構料理は好きなんで、俺あのこう見えても、本当に料理好きなんで。あの一応高校生の時に、あの食物調理技術検定っていうやつ2級取ってますから、僕。まあ、あの、よく勘違いされるんですけど、それ調理師免許ですかって言われるんですけど。俺履歴書にそれ書くと、これ調理師免許2級持ってるんですかって言われるんですけど。いや、それ調理師免許じゃないんですよ。いわゆる、官検みたいなもんよ。あの、官検的なね。調理の、なんか、調理の調理師免許じゃないんだけど、調理師免許の、なんか、軽いパターンみたいなやつ。関係パターン的なやつ。のやつあるんですよ。まあ一応包丁とか使うんですけど、3品ぐらい自分で作るっていうやつを高校生の時にやらされて、確か作ったのがね、なんか魚のムニエルとね、あと味噌汁とキャベツの千切りとか作って、それ時間内になんか作れば、もらえるんですよ。それ取ったんですよ。うん。まあ、クラスで、それ取れたのが、まあ、数人だったかな。なんで俺結構料理好きなんですよ。結構得意っていうこともないけど、少なくとも好きではあるんですよ。ただ、調理環境がね、今まで、一人暮らしでなかったからなかっただけの話。結構料理は大好きなんで。まあ、今後いろいろね、料理作っていきたいと思ってます。魚とかもね、さばいていきたいと思いますけど。まあ、ただ、包丁とかがね、100均で買ったやつ、ダイソーでね、包丁を買ってきましたけどもね、穴開き包丁、適当に、100均でいいだろうって感じですけど。まあ、包丁なんてのはどうでもいいんですよ。まあ、まな板も100均のプラスチックですね。ですけどね。まあ、一応 IH クッキングヒーター6000円で新品で買いましたけど。備え付けのね、やつが電熱、渦巻きのさ、電熱ヒーターみたいなやつが備え付けであるんだけど。全く使えねえから。しかも、発動すると臭くてね。焼け臭くて。さすがにこれは IH クッキングヒーターの方がいいだろう。まあカセットコンロでも良かったんですけどね。カセットコンロっていうか、ガスがね、通じてないんですよね。キッチンにガスが通じてなくって、
だからカセットコンロっていうと、カセットコンロしかないんですよ。だから、まあ普通にガスが通じてれば全然ガスの、ね、やつでできたんですけど、ガス通じてないんで、じゃあカセットコンロか IH クッキングヒーターかっていうと、どっちにしようかなと思ったんですけど、本当はね、カセットコンロ良かったんですけどね。ただ、ほら、いちいちカセットコンロのボンベを買わなきゃいけないっていうのと、その、そもそも捨てなきゃいけないっていう、そのめんどくささっていうのもあるんで、まあ、電気代だけで済むクッキングヒーターでいいかなと。でも火力の面で言うとやっぱり、まあ一応火力高いやつ選んだんですけど、クッキングヒーターね。1400ワットのやつだっけ。買ったんですけど、まあ、やっぱね、普通の火のやつがね、いいっすよね。まあ仕方ない。まあ火力は調節できるんだけど。ドライプレミアム、これは別にいいな、俺は。おっと。4343です。ご視聴ありがとうございました。